ません。その寝起きドッキリじゃない。ちょっと聞いてください。僕遅刻のせいだと思う。そうよ、毎回よ。コエンザイム9点塗ってきました。コエンザイム9点はやんねん。はい、来ました。何なんすか。僕、何も聞いてないです。僕もあのホスト TV さんに、とりあえず動画を回したいと、で打ち合わせに、来ていただいて、その日に撮ってます。前提もあるんですよね。そうです。2023年よく頑張ったやつちょっとインタビューしてみようかみたいな、そういう企画ですね。2023年多くの困難に立ち向かい激動の1年を過ごしたエースグループ。昨年はどのキャストも躍進的な活躍を遂げ、1000万プレイヤーも多数輩出。そして新たに迎えた2024年、今年エースグループの男たちが目指す目標とは。今回は一成副社長、アルピオプロデューサーとともにエースグループの3店舗に突撃。台本なしで行われる2人の無茶ぶりインタビューにホストたちは対応できるのだろうか。じゃあやりますか。はい、じゃあ、ダブルメガネの行ってみましょう。行ってみましょう。わかりました。じゃあもう一回言って。行ってみましょう。OK。ダブルメガネの俺らはいつでもここから。全然違う。はい、行きましょう。行きましょう。まず最初に2人が向かうのは、後世店長率いる本店愛。昨年末に行われたドリームマッチでは再開店舗となった彼らは、今年をどのような思いで臨むのか。上におるんですか、従業員が。いや、まだだって店開いてないし。おこわどういうところなんですか。はい、はい、かです。あ、3階ですかね。YouTube。あ、俺存じしてる。誰にいたの。俺2023頑張った。はい、Y くんじゃないですか。はいはい、あ、もう始まってるんですか。なんかまあ映ってますよ、映ってます。何してんの。いや、なんかメルカリ送りに行こうかなと思って。どういうこと。なんか仕込んでるやん。だからちょっとあんま言えない。でも怪しいな。何を入れてるお前。ええ、言えるじゃん。割れやすいから。割れやすいです。仕込んでますよ、もう僕が来る前に。割れやすい。仕込んでるでしょ。やりづらいわ今日。名前なんや。一応動画回ってるから。はい、長しです。はい。ちょっと1個だけ聞いていいですか。はい。これ。早いね。新品じゃないですか。あ、でも俺無視しとこうかなと思って。いや、けど逆に誰がハルトさん見えるかみたいな。何の企画なんすか。ハルトさんのこのタグ誰が突っ込めるかみたいな。向上心や。誰が突っ込めるか。あららら。あとベイマックス。あ、ベイマックス。去年ね。はい。よく頑張ってくれた人に。インタビューをね。あ、はい。2023年は、自分が決めた上半期を取りに行くという目標をまず達成して、そっから下半期ちょっと、目標を失ったというか、失速ちょっとしてください。どういうのがいいんすか。言うてよ。半期は、ごめん。これからどういう感じでやっていくのか。2025年全然変わりました。去年頑張ったら時計変えたんですけど、これ自由止まっちゃうんで、今年は自慢級じゃなくて電気式の自由職に変えたいと思います。2024年初任給で一旦自由職に変えます僕。はい、それが目標よ。はい、変えるっすかね。いや結構自由職高いっすもんね。変えるのに。いや、エンタリー行ってこい。はいよ。まず考えてきたんだ。え、だからここ仕込んでるんかなって思ったけど、そういうことじゃない。本当的なんだね。あ、すいません。次行こう。気をつけてね。ありがとうね。いらっしゃい。これでしょっか。うっさ、すいません、ありがとうございます。お疲れ様です。こんな感じで。あ、わかりました、わかりました。何がないよ。何が言ってくれんと。言っていい感じですかとか言ったら、もうやらせやん。やらせでしたよ。なんか、なんか仕込んでるな。もうわかってるっすね。ないバレてる。一人目のインタビューから絶好調の二人だが、続いては愛の店長として活躍するこちらの方が登場。音行っちゃいますか。音止めます。音止めてよ。音止めて。静かにしろ。シャンパンコールの練習してます。ここで撮らせてください。変わるんですよ、もう。これが最後になっちゃいます。ついてこれでいじってくるんですよ。構成さん、なかなかのいい。構成さん、どえてすごいよな、これ。売り上げのしきついわ。24年もね、だから23年になるんですよ。2023。違います。僕じゃないです。レムです。レムが乗ります。ええー、もうこれはやってますね。展
間のやっぱこの上位に入ってる人らをこうピックアップして座ってやらないと立ってやるんですか、まあ、こんな感じここじゃないですかね、これこれがやっぱりその味出てくるからこれ味出てくるんで去年の1年間どうだったやろって逆に、うん、どう思ってたっすか。あ、噂はとどまってた全然聞けない。そうそう、出てない。噂はとどまってたね。でパンダもピカンくなっちゃったしなと思って。パンダ途中でやめたね。みんなもやってたのにね。いやもうちょっとさすがにもう僕らそういうのはできないですよ。せっかくやってくれたのに、うん、なんかごめんなさい、なんか真面目になってんの、うん、あ、真面目になってダメだよ。それはこうするとないよ。テクニカルみたいな。あ、それダメダメダメか。だからほんまに立ち位置変えた方がいいのかもしれない。下に行きますか。そう、そっちとかいいのか。そう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 、それがここの水でいいの。ブギ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 じゃん。いやいやいや、去年痛いね、ほんまに。コート賞別にめちゃめちゃ良かったんだけど、なんかそうだな、あのパンツ一丁でなんかこう、あ、そう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 、あ、ね、あそうだね。でも、ここ2年間なかったんですけど、ここ1月から毎日ラストコンテナーとか違うんです。ハルトさんってこう、でも売り上げてる人しか認めないんで、多分今、ハル王子と認められてないです。ハル王子ずっと一緒にあるんで。確かに、ハル王子通りがち。コーテの距離離れちゃったな、確かに。だから今年は頑張って、来年はハルトさん隣におれるよう、ね、に。え、かわいい。頑張ります。噂、ちょっと待ってました。頑張ります。はい、すいません、お願いします。はい、忙しいです。はい、先生、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、やっぱ、コーセンしたら楽しい。うん、楽しい、楽しい。長年の付き合いである、アルピオプロデューサーからいじられ続けるコーセー店長であったが、その悔しさをバネに、今年は復活を遂げるだろう。そして、続いてお話を伺うのは、昨年の上半期グループ指名でナンバー2を獲得したこの男。カルビくん、カルビくん、おはよう。カルビくん、誰？すごく愛のあのカルビです。前回違うって言ってたやん、はい、カルビじゃないよみたいな、はい、いやまあよく考えて、それを見つめ直したら自分はカルビでした。あー、たどり着いたよな、ピリオドの向こう側に。どこでしたっけ、どこですか。新しく、記録を更新した月間の指名本数は、あ、はいはいはい、で1番。はい、よろしくお願いします。何だと思う、企画、うん、今日の企画、企画、うん、全然ちょっと想像もつかない、想像もつかないようなことをするのが我がグループ、A グループとなっております。なるほど。どうってなるんですよ。どうってやめてください、ほんまに。どう俺ら。どう、おもろいよ。目立ちたいね。違いますよ、スパッチャンとしましょう。もう去年、はい、いかがなものでしたか。去年1年生、23年、結構自分の中じゃもう、まあ、あっという間というか、いろんなものを得れた1年やったなって思います。今年の抱負は、はい、そうですね、歴代の最高記録をもう一回更新します。はい、じゃあ帰ってもらっていいですか。扱いが雑なんですか。そういうことで結構マシな方。あ、マシな方です。入店から2年足らずでグループのトッププレイヤーへと変貌した白幹部補佐。そんな彼は2024年、どのような記録を更新するのだろうか。そして最後に登場するのは2023年度エースグループで最も売上を記録したナンバーワンホスト。おはよう。おはよう。びっくりした。何よ。おはよう。おはようございます。突撃ですよ。おはよう。突撃です。もうずっと待ってました。突撃です。はい、Sグループ I で支配人させていただいている望月レムと申します。はい、年間ナンバーワン、はい、取りました。イエーイ。去年どうでした。去年楽しかったですよ。本当にね、あの直前まで結果がわからない感じだった。前で直前までね、結果がわからない、うん、戦いやったんで。噛んだな今。コス取りのアイト君とかね、アイドルハローとか、途中なんか3人とも並んだんですよ、多分締め日で、多分締め日だったんですよ。締め日ホストは締め日なんでね。で、前教えてください。あ、それはもう絶対締め日だけ、はい、なんで手がかかったんだ。企画失敗か、負けた。
何が負けたわ。やっぱ一番はちゃうよ。やっぱすぐ分かるんだ。視野広っ。でも今年のね、はい、目標というか最後ね、ちょっと今年の目標、去年ね、グループで年間ナンバーワン取らせてもらったんですけど、その中で、まあ、1年間すごい楽しかったんですよ、本当に。今年は去年を超えて、よりね、こう自分がこう頑張ったなっていう、充実するような年にしたいと思います。それがまあ、何にこう表されるか分かんないですけど、それが売上に表されるのか、なんか何に表されるのか分かんないですけど、2024年の方が良かったなって思えるような年にしたいです。はい、どう？違う？薄いね。薄いやろ。長く喋ってくれて、俺らのボケ待ちやったよ。3行で終わる文字をもう10行に。何で来てくんなかったの？僕はあんまりこの人好きじゃないんですよ。本当に。あんまりこうなるからあんまり好きじゃないんです。本当に。ここまで、一成副社長、パルピオプロデューサーのとどまることを知らないボケが連発。果たして残りの2店舗のキャストたちは彼らの突撃インタビューに耐えることはできるのか。